にちは、オッズダンサーのウィッチです。今回、10月の20日からになりますが、ボートレース大村では SG 第67回ボートレースダービーが開催されます。それを記念しましてということだと思うんですけれども、ここまで戦ってきた僕のいろいろな歴史を振り返る動画を作ってみてはどうかという提案をいただきました。まあそのきっかけをいただいて過去を考えたんですけれども、恥ずかしいことしか思い浮かばずにですね、一度はお断りしようかと思ったんですけれども、まあ自分を見つめ直すいいきっかけかなと思いまして、お話をお受けすることになりました。今回皆様にご覧いただくのは、僕が10万円をかけ続けるきっかけとなりました、ウイチが大村で船券800万円分買うってよ。そしてシーズン2にあたります1700万円分買うってよ。こちら2つの振り返りをご覧いただきたいと思います。さあ、というわけで今回より始まりました、ウイチが大村の船券800万買うってよ。タイトルにドーンって800万って出てるけど、ちっちゃく万円分って書いてあるでしょ。からくりはまあすでに告知の動画でご説明した通りなんですが、もともとは800万円分船券を買って、たまったマイルを現金に換え視聴者にプレゼントするという趣旨で、見切り発車的に始まったこの企画。完全に舐めてたよね。まず大村の優勝戦にこう思い描くイメージっていうのが、ガチガチで安い、この2つがまず真っ先に浮かんだのね。で、まあ、例えばそれをじゃあ動画でずっとやるとなると、まあ当たりましたけどちょいプラですよね。まあ当たりましたけどまあちょいプラですよねっていうのがずっと続いて、面白いのかなっていうのを本当に思ってました。最初は当たり続けると、まあずっと当たるとは思ってはもちろんないけども、ほとんどちょいプラで終わって何が面白いのかなぐらいのことは正直本当に思ってました。そうして始まった大村の優勝戦企画、1勝3敗マイナス26万3460円で迎えた第5戦。まずはウイチの予想をご覧いただこう。6号艇の3着だけ切ろうと思ってたんです。今回は絞るんですか今回は。まず6号艇の3着を切ろうと思ってます。インから買うのももう間違いありません。非常に見づらいと思いますが、この下の部分ですね、このように買いました。ウイチが購入したのは1234-5と142-4。それでは名言が誕生したレースをご覧いただこう。デビューして丸10年での年末の一戦、さあ輸出16回目の初優勝チャレンジ、6号艇 B は土山拓也、自身の優勝を普通になれ、普通になれ、普通になれ、谷村あんまへこむな、優勝戦隊順でよし大丈夫だ、6番が少しだけ遅れてこれ大丈夫だ、谷村普通に、はい飛んでいく、3は飛んでいく、よしよし OK、 6はない、6はないぞ、6はないぞ、やめろよやめろよ、邪魔すんなよ、僕どうした、すごい伸びてるぞ、6、1号艇の高浜2マークをクリア、続いて6番号、頑張れ粘れ、おい6はやめろ、その後ですが、3着争い、4艇絡んでというところ、おーい、こんな初期だったか、俺土山の名前をものすごい覚えてるんだよね、これ。うわ、6はうまい、6やめ、6やめ、6、やめ、やめろ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 
それがウイチの名言6話内誕生の瞬間。こういうことか。1万円、いや5000円でも入れてれば。一応126も5000円入れとこうにして、142を2万5000円とかにしないで2万円にすればよかったんだよね。いやいやいや、もう早い段階で6切るっても言ってましたから。6号艇の3着を切ろうと思ってます。土山選手の名前めちゃくちゃ覚えてんのよ俺。三着は長そうや。次戦、この教訓から生まれたのがあの三箇条。私勉強をいたしました。ここに来る電車の中でね、鉄の掟三箇条何度も復唱してまいりました。こちらです。デレン。1つ、3着は流す。優勝戦に駒を進めるぐらいの選手で、3着から切っていい選手など存在しない。もうこれは絶対です。そして1つ、1番人気は来る。普段1番人気来ないの法則というものを提唱しておる私ではございますが、ここ大村におきましては、どんな倍率のどんな一番人気であろうが普通に来ます。これも私ボートレース大村のレース何度も見てきて感じたことでございます。そして3つ目、デレン。優勝戦においてはなんて書いてるの、ほぼいいんか。これはねちょっと自信がないんですが、やはりインコースの強いボトレス大村、優勝戦もインからの決着になることがほとんどであると。そうだろう。132、142、123、124。いや待って。これその日だよね。その日ですか。俺さ電車の中でずっとこれを鉄の掟三箇条を考えてて、今日着いたらここに書こうっていうところまで決めてて、でオープニング開口一番これ喋って、今言ったら何だった。やばいね。やばいよね。こうして鉄の三箇条を守ったり守らなかったりしたウイチは、全16戦戦い的中3回マイナス99万2260円と大幅マイナスで戦いを終えた。まあまあひどいの極みですよね。ただね、わからんでもない。難しいんだよ。ここまで分かってる。インから買っとけばまず間違いない。で、インが飛ぶレースって、まあ大体前付けの人が動いてきて、で展開が生まれてというケースがおそらくほとんどなんですね。ただだからそれがゆえに安いところに手を出すんだから絞らないとというのが影響してるのかというのと、もう一つは俺はもう本当正直ついてないだけだと思ってるからね。こういう続きものの企画っていうのは自分のマイナスがどんどん自分に重くのしかかってきますから、そうなってくると結局、まあ、一気にとは言わないまでもいい額まくりたいってなるじゃないですか。どんどんやっぱ絞るし狙っていくしっていうので悪い方向にこう絡まっていっちゃうんですよね。でそんな中でじゃあどうしてそういうふうに追い込まれるに至ったかっていうところで、
呪われてるようなレースが続いた気がするんですけどね。だから月もなかったと思うし、なんかもういろいろなかったような。あと新しい試みとしては、あの当時ね、何だったのかな、なんであんなことをしたのかがね、ちょっといまいちよくわからないんですけど、コメントとかに対して結構なんかイライラしてたような気もするんです。あれもう生配信？違います、それだからなんです。ちょっと遅れるから。あー、なるほど。ということは、もう結果が分かっちゃってるレースでお前が解明を発表しちゃったら、もうその時点ではい外れとか分かっちゃって面白くないという意見をいただいた頃ですね。どうやってその面白さを伝えていこうかという試みの一つとして、解明を発表しないというのを一回だけやったことがあるんです。忘れもしないです。僕はそのレースで岸影と絶叫してるはずです。最後まで黙っている予定だったにもかかわらず、心の中の声が全力で外に漏れてしまったというね、岸影選手も忘れられない一人になりましたね、あのレースは。優勝戦第12レース、1番2番3番4番5番6番の体形スタートしていきました。踏み込んでいったのは5号艇あたりですが、さあインコース出ていく1号艇の池田、あるいはカルから、そしてセンターから3号艇4号艇攻め寄っていきましたが、押し切る1号艇の池田浩二。先頭に立ったのは1番池田、その後は4号艇の荻野祐介。早くもトップ2番手は4艇進5艇進水が来ました。残る4艇が3番手を競り合って、内側から6番5番2番3番です。スタートは前艇正常でした。1号艇の池田が2枠をトップで返す。2番手で帰った4号艇の荻野ですが、外に迫ってきた3号艇の岸影明、インコースは6号艇長友接近。さあ4番を巡って内に6番、外は3番と運ぶ2周目第1ターンマーク。先頭の1号艇の池田は抜ける。続くは3号艇の岸影のつけまい。さあ気をつけまいで前に出ていく3号艇岸影、4号艇の荻野一旦抑え込まれましたが、インコースからまた上がっていきます。4番岸影やばい。5号艇と2号艇で2周目第2ターンマーク。あー、体形は1番、4番、3番の体形となって最終周回。さあというわけでファーストシーズンが大惨敗に終わりました。これでですね、まあさすが大村さん、もちろんシーズン2やるよねというお話をすでに、まあファーストシーズンが終わる前にはね、もちろんいただいてはいたんですが、僕的にもやりたいで、それをまあ普通に喋ったらつまらないなと思ったのが運の尽きだったんでしょうね。なんでかわからないんですけども、僕はおそらくですね、記憶が正しければ、大村さんこのまま俺の仕事終わりにしないよね、勝ち逃げかよみたいなことを言ったんですよ。実はですね、このままでは済まされないということで、私ボートレース大村の方と事前にお話し合いをさせていただきました。金がこれだけ減ってんだと、これで企画を終わりにするつもりかと、いや勝ち逃げするんですかと。でこれに対してもまた皆さんの非難のコメントがすごくてですね、やめてしまおうかと思ったぐらいだったんですが、いやいやここでやめたら俺のマイナスこのまんまだぞということで、まあね、大村さんからもご許可をいただいておりましたので、シーズン2の1700万円分買うってよがスタートするわけなんですね。さあ、このシーズン2なんですが、全てを振り返っていくわけにもいきませんので、その中でも印象深いレースですね、まあ、もっと言うととんでもない事件がたくさん起こりましたので、その辺を中心に、皆さんにご覧いただきたいなと思っております。ちなみにセカンドシーズンですか、
始まって1戦目が142で当たりまして、配当が226,500円獲得。そして2戦目も123で当たりまして、まあ、2連勝ですよね。で、まあ、ポンポンと取りまして自信満々で迎えた3戦目事件が起こります。その前に中村普通で頼む。参加どこ？優勝仙台12レース枠なり2対4、角は3コース3号艇中村です。第12レース優勝。はい、引っかかった。1コース1号艇踏み込んでいきました。あるいは6コース6号艇も好タイミングですが、ほぼ横一線で1周目1枠。まずは前回まくる3号艇の中村ですが、受け止めて失格。うわー、そうか。3号艇中村亮太、3番では4号艇の石橋。マジかー。1号艇3号艇4号艇の3艇頼むぞ。体勢で1周目2枠、スタートは全然正常でした。さあ、また外を迫っています。はい、大丈夫。まあ、1、3、2か1、3、4ですね。くー、最初に思ったやつ。これはこっちに金を貼っとけば。やめろよ。こじらせんなよ。え、うわえ、あ、固まって。なお1号艇の原田は2周2マークで天福のため失格。はぁ、言葉ないね、さすがに。先頭3番中村優勝5位、2着4番石橋、ずっと口開けてるわ。2番赤坂、そして6番中島ゴールイン、5番丸場ゴールイン。第12レースの判定は1着3番2着4番3着2番。あの勢い以上です。まあ、素人考えではありますが、あの勢いで中村亮太突っ込んできてるんだから、原田幸也ともあろう人があんなに焦ることなく、はいはいどうぞ、いいよいいよ、ピューで134になったんじゃないかなというふうに。確かね、この日の夜にもう LINE で質問してんですね、本人に。あれ何みたいな感じで、何が起こったみたいなと聞いたら、そこでね、偉かったのは、後日その周りの人からね、いろんな話を聞いたんですよ。で、あ、そうなのか、そんなことがあったのかという納得の仕方ができたにもかかわらず、当日の夜僕が本人に送った LINE に対して返ってきたのは、負けました、すいません、もうそれだけだったの。だから、まあ、なんか多くを語りたくなかったのかなとも思うんですけども、なんかね、その俺にはない潔さを感じましたよね。いや、あんなの亮太がとかって言っててもおかしくない局面だと僕は思ったんですけども、それをまあ一般の人に言ってもしょうがないという感じだったのかどうか、その辺はちょっと定かではねないですけれども、僕が聞いた質問に対しては、まあポツッと一言だけそう返ってきた、なんか結構おお、いや、どんまいみたいな感じに、ちょっとこっちがあの面食らってしまう感じの返信が来た記憶がありますね。さあ、というわけで3戦目非常にショッキングな外れ方をしたわけなんですが、そのショックを引きずることなく4戦目は134でまた的中しておりますね。128,000円の回収となってます。5戦目もまあ普通に固くインから買ってたんでしょうね。そしたら、まさかの315という決まり方で、まあ当然のごとく外れると。
そして迎えた6戦目、ここでね、私、公式チャンネルでの生配信ということを完全に頭の中から飛ばしてしまって、びっくりするようなことをしてしまったんですね、それをご覧いただきたいと思います。分かった分かった、なんでこういうなんかあっさりした感じなのか、初日のドリーム戦だから一つも自信が持てないっていう、そこでした。スケジュールの都合で初日のドリームをやってるんだ。すげー言ってねえか。4艇ほぼ揃ったスタート、先行の1周目第1ターンマーク、1号艇のえのきが旋回、3号艇外を運んで少し流れ、あえて5号艇も迫っていきましたが行き場が刺さっちゃった。差し込んだ2号艇西村がさえのきに近づきますが、一定進ほどかわす1号艇の切れての126いいんじゃないですか。西村お客さん最高峰に5番です。いいね、先回るよね。先に回って頑張れ。よし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 さあ来た。いやいや大丈夫よ。また先行くの。うまい進んで、はあ邪魔だ違うよ。ほらーまた峰みたいになってる。峰みたいにやめてー頑張れ松崎、ここ勝負。ふぅー映せよーもうよーしナイス陰線を敷き、ここ地元のえのき工事がトップ高速だよ。中村勝です。中国勢が前を作りました。そしてちょっと松崎です。松崎あーなんか遅れてきたな。浜崎となりました。外回したもんやらんぞ。おーまたそして注目さ踏まれ行け。6番接戦わずかに4またそこ映っちゃうからもう先頭1番そこじゃないんじゃないの。2番西村あー続いて6番松崎5塁、3番山本、松崎4番2着、2番、3着、4番、以上です。プロだなって思うよ。こんなさ、ダイナミックな外し方するいる？昨日のオールスターといいさ、そりゃお茶も飲むよ。ね、タバコ吸おうか。もうタバコ吸った方がいいよなこれ。ごめんごめん、もう吸う。怒られるんだろうな。怒られるよねこんなの。演出じゃないからね。怒ってたらすぐ LINE ください。もう本当関係者の方怒ってたら今すぐもうさやりきれねえよ本当。どういうことですかこれは。なんでしょうね。いや今考えるとあのレース展開だからそんなに悔しい外れ方ではないというか、まあ悔しいは悔しいんだけど、その惜しかったの方な気がするのね今見ると。だからむしろそのタバコ吸う局面としてはその前の雪や転覆みたいな、ってらんねえよこんなのっていう方が流れとしてはしっくりくるんですが、なんなんだろうな。もしかしたらあの146だっけ、126かすごい高かったのかな。なんかそういうのがあってだいぶやりきれない感じになっちゃっ
ったんじゃないですかね。であとはその公式チャンネルということ、それから YouTube という誰もが閲覧できる状況にある配信であること、いろいろ確かに頭の中にはよぎってはいるんでしょうね。なんでか分かんないけど勝負かけてますねあれ。基本的にはなんか危ない橋は渡らないタイプなので、ああこれで後々面倒くさくなったらあれだなとか思ってスッと自重をするタイプなはずなんですけど、なんでしょうね、決して演出ではなかったんで、あれどがちで後で大村の人にすいませんタバコ吸っちゃいましたみたいな LINE をした記憶もあるんでね。結構ですね、ただこれ配信的には印象深かったようで、見てくれた方にもあの後ぐらいからですね、タバコ吸っていいよとか、もうタバコ吸っちゃおうとかコメントでいただくことが多いんでね。だから皆さん的にもこれだいぶ前じゃないですか、だから皆さんの中にも結構その刻まれたというかね、印象深い回になったのかなとは思いますけど、まあ一応反省してそれ以後はね、なかなかああいうことはしないようにはなってますけどね。さあというわけで、大やらかしがありまして、引き続きの7戦目は126で外れ、そして8戦目これが、ガチガチの123で当たり12万8000円の回収。9、10、11、12と、やはり陰が逃げているにもかかわらずそのまま、4連敗してるんですが、なぜかこの4連敗の、レース終わりにですね、不思議なことが起こるんです。まあ、すがすがしいね今のは。いや自分で考えた結果123はまあ可能性は低いと思ったので切り捨てたところだったので、やっぱり123かという思いも若干はあるものの、そこまでなんか。と淡々と話すウイチだったが、まあ、ちょっとずついろいろ変えていかなきゃいけないなと。あいかちょっとだけ今泣きそうになった。本当に、うん、突然スイッチ入るからね。ごめん時間。次回頑張りたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。これもどういうことですか。これはね、なんかメンタル的なものなんじゃないかな。考えられることといえば、この大村に至るまでにおそらく、まあ、あっちゃこっちゃでその予想会のイベントとかをやらせてもらってて、相当その自分の財布あるいは家計を圧迫するような負けを喫してるはずなんですよ。でなんかね、多分ですよ、僕当時の僕に聞いたわけじゃないんでちょっと分かんないんですけども、家の家族に悪いなって思って泣いてます。多分レース結果だけで泣くということは考えられないし、おそらくそういうことだと思うんですよね。なんかもうずっと負けが続いて、うわすっげー負けたな、すっげー負けたな、なんかごめんなっていう感じで、こうなんか家族に対する申し訳なさとかが瞬間的にね
パッと来てなんかこう泣きそうになったんじゃないかなと思うんですけど、まあ当時のね僕の脳みその中をあれしたわけじゃないんで、ちょっと今見ても不思議ですけど、まあ、分析するとそういうことかなと思いますね。あ、いいか、ちょっとだけ今泣きそうになった。意外と家族思いのウイチ。エアじゃないかと言われることがあるじゃないですか。はい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 、実際には買ってないんじゃないか、うんうんうん、この涙出ませんよね、買ってなかったら。いや出ないよ。ギャラ割れとかもうそういう次元じゃないんだよね。だから俺何やってんのかなっていう涙だったのかもしれないんだけども、いずれにしてもエアーで涙は出ないよね。うん、エアーであんだけ声出したりこんな涙出したりはね人間しませんよ。どっかやっぱぼんやりしちゃうから。うん、さあそして13戦目になります。こちらが123的中しまして回収が16万8000円。そこからですね泥沼に入ります。14戦目から怒涛の、8連敗を喫すわけですが、その8連敗の中の頭の方ですね、15戦目、2連敗目になりますけれども、ここがですね現地ボートレース大村から SG ボートレースメモリアルの優勝戦生配信ということで、私もテンションが上がっておりまして、それでここなぜか分かんないけど20万入れるわと、この優勝戦僕20万円で勝負することになっております。必然的にマイルが5倍になりますから、まあこのレースだけで100万円分購入した換算のマイルがもらえることになりますね。タイトルが1700万円分買うってよから、1800万円分買うってように変わっております。で流れて怒涛の8連敗迎える22戦目、9連敗果たして行ってしまうのか、それとも連敗ストップとなるのかというレースをちょっとご覧いただきたいなと思います。1、2、4、5、1、4、2、5、1、5、全金額はちょっと振り分けようと思いますので146いいのか。貫いてるよね。ちょこの辺でこの辺で買いたい。もうこの辺いつもだと見てる人に実況が流れてるってこと。でも今日は流れてないの。今は流れてない。さっきまでは流れてた。いろいろあるね、やっぱ生配信やってると。赤の横のマイク上げて。頼むぞ。おい、重の矢が遅れてんじゃねえ。完全に危ない。そうだそうだ、刺されんだよ。刺されない。よし、あ、6が16、16、うっそ、これはもうない形。126だって買ってねえだろ俺。うまいうまいっつって。165、5伸びろ、5伸びろ。山口さん、山口さん、うわ全然無理だ。あ、山口さん、山口さん先回ってアタック。4きた。4、赤坂、赤坂。よし、変わってる、変わってる、ある、4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 
来たんじゃねえかこれ。来た。ゴー邪魔。もう山口さん邪魔。やっ。よし。4号もあるよね。145は俺の本線の2万円のところだ。で山口さんが抜いても154なら持ってんだ。これは来たぞついに。よし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 。公式が音出てない。もうそういうのどうでもいいから当たるか当たらないかなんだから。今当たる当たるよ。当たるよこれ。うまい。黙れ。まだ分かんねえんだよ。どうせなら6がうまいんじゃないか。あー6来た。6回6回。でも5でいい。2万入れてるから。やっやったやったやったスランプを脱出したんだ。結果的に俺の本線1425が突き刺さったね。いやーこれ書いちゃったね。いやー止まりましたね。ただびっくりしたのはこの後に及んで当てに行ってはないね。8連敗とは思えない。まあまあまあ、なんか逆に俺偉いじゃんって今見て思いましたけど、10円でもいいからプラスになるからっつってバーッと広く潰して買うっていうことをしてないのはちょっと自分で自分を褒めてあげたい感じには今思えましたけどね。当たんない時って負のスパイラルってやっぱあって、精神的なもの、それから懐的な事情、いろいろ絡み合ってダメな方ダメな方に多分転がってくんですよね。だからまあ当然ハズレが続く、負けが込む、こんな安いところで当たったってしょうがないっていう頭にどんどんなっていって、現実的にありそうかつそこそこは戻ってくるみたいなところばっかりを狙い出すから、でまたさらに負けが増える、さらに、確率的にこなそうなところが狙い目になってくるっていうスパイラルだと思うんですけどね。ああいう時にだからこうまあわりかし本線のところに太くいけないといけないのかなっていうのはちょっと思いますけどね。脱出法だとかっていうのはない感じですか。あのね、パチンコパチスローにおいてはあるんですよ。例えば、まあマックスタイプでとにかく当たらないから何でもいいから当たり癖つけるっていうのでアマデジを打ってみたりとか、無理やり当てるね、でなんかこう脳内に当たるイメージをつけるみたいなことをやったり、まああとパチスロではね天井がありますから、とにかく天井まで回して1回でも当てるとか、その当たり癖をつけるっていう行為をしてたんですけど、まあボートレースにおいては当たり癖がどうやったってつけられないですから、まあガミ上等で一前前とかやれば別ですけど、そうするとまあ企画の趣旨もねちょっとそれちゃいますし、いろいろね考えるとやっぱりなかなか難しいんですよね、無理やりその当たり癖をつけるという行為が。だからもうそこを打つまで見守るしかないみたいな感じで考えてますけどね。さあついに連敗は8で止まったもののですね、23戦目になります。次のレースなんですが、これがオール女子でして、大波乱の 6-2-5 決着ということで、やはり当然のごとく外れます。そして、迎える24戦目、ここでですね、おそらくいろいろな動画を見てくださっている、そしてこのボートレース大村のこの配信を見てくださっている方々の中でも最も有名になってしまったのではないかという大事件が
この24戦目に起こることになります。石野孝之9点って これだけえぐい成績を残している人が9点ってさ、これ下手すると2-1まで見えてきちゃうんじゃねえかっていう、まあここまでの流れなんです。ただここからなんです。僕は一番最初にインスピレーションで思ったのが、なんか常に気合が入ってるように走ってるのを見てると感じる徳松選手の2着だったんです。でだから本戦が 1-3-2-4 で、まあ桑原選手もいるんで6も抑えておきたいな。じゃあ5だけ切るのか。いやそのパターンはよくやる抜け目だろう。ちなみに最後の最後に本当に揺らいだのは今回の徳松選手のコメントでした。徳松秀樹当日気配、朝の試運転では感触が良かったけれどそこからプロペラを叩いたら乗りづらくなったり反応が悪くなったりしている。一昨日までのしっくりきていない感じが出てきたので今戻しているところです。なんとかレースまでに戻したい。スタートは風の状況が変わっているので10から、まあ、10から一定心目指して質のいいスタートを目指したい。かなりコメント的には弱気な感じがする、あれという感じが受け取れるコメント。そこに来てこのね、スポーツ新聞の記者の方の気力評価が石野選手9点に対して徳松選手は6点となっているというところで、まあいろいろと由来だということなんですね。え、はい、来た。126、15,000円、132、55,000円、134、100,000円、また20万円、135、10,000円、136、20,000円となっております。6号艇は長崎の桑原優、この1年で大きく成長した姿を形にして見せた今シリーズ、記念初ドリーム選出、そして G1、 地元の G1 初輸出です。優勝戦第12レースは1番、2番、3番、4番、5番、6番の体系スタートしていきました。若干ばらけましたが1号艇、2号艇、4号艇と揃っていって1周目第1ターンマークの旋回、まずは1号艇原田初レース、外は3番大きく煽れてました。6コースから差し込んできた6号艇の桑原、さあ6番と1番地元2人のトップ争い、6号艇の桑原と外は1号艇原田の接戦、6番桑原引いて1周にマークを向かいます。スタートは前提正常でした。2番手先取った1号艇の原田リードしながら後半スイッチ、惜しくも2番手6号艇の桑原、3番手は2号艇の石野で体型は1番6番2番の体型、まだ上位の3艇は非常に接近した格好です。2艇身ちょっとのリードから1号艇の原田2周1マークを旋回、続いていっているのは6号艇の桑原、そこに迫る2号艇の石野ですが若干バックスレッジ側その方は開いてきました。先頭から1番6番2番の順、後続は5号艇3号艇そして離れて4号艇の順で2周目の第2ターンマークを迎えます。先頭は1号艇の原田、そして2番手は6号艇の桑原、3番手は2号艇の石野、前の体型は1番6番2番の体型、レースは最終周回へと移りました。あんなにスタートいかないと思わなかった。ちょっと結果教えてくれ。徳松さん、徳松さん、ほんま2級っすよ、2級。10
どこ行ったっすか。いやしかもまあまあ上質なスタートソムリエなわけじゃん、徳松さんなんて。なんかさ呪われてんのかな、やっぱ。本当に偶然なんですけども、この後にボートレース浜名湖の企画でですね、菊池選手と茅原選手とグランプリ終わりに一緒に飲みながらトークをしようという企画があったんですけど、その時にどうせグランプリ終わりでみんなで飲んでるんだろうから、お友達がいるなら一緒に連れてきてもういいよみたいな感じのことを菊池選手に言っていたらですね、まああと動画見ていただければ分かるんですけども、大阪支部のもう松井選手をはじめとしてそうそうたる面々がごっそり来て、そこで僕はもうチャンスとばかりに徳松選手にちょっと聞きたいことがあるという感じで、まあ見方を変えればちょっと徳松さんに詰めてるような、あれ何なんすかみたいな感じの浜名湖の動画があるんですけれどもね。徳松さん自身はまあスタートにはとにかく自信を持ってる選手であり、きっちりスタート行くのがもう本当に自分のポリシーだという感じの選手なんですが、そんな選手ですら展示でちょっとフライングを切って、それのおかげでスタートがちょっと全く見えなかったんだという説明をいただきましてね。でただああそうですかっていうのもね、もちろん僕はその動画が番組になるという意識でやってますから、そうだったんですねじゃあつまんねえわなと思ってまあ言ったわけですよね。ちょっとまあ外れたのはいいんでお金だけ返してくれればみたいなことを言ったら、これがまた大炎上だ。こいつ何考えてんだとかね、終わった話をネチネチといやらしいやつだとか、まあ動画は上がってますからコメント欄もゆっくり読んでいただければ分かりますけども、まあその僕に対する非難のコメントがじゃんじゃん寄せられましてね。一応あれよ、そのねえテレビよ、っていうのも分かってほしいなという。まあ徳松さんとねちゃんとお話ししたのもあの時が初めてぐらいだったので、まあ初対面の方にぶっ込むにしてはちょっとまあやりすぎたのかなっていうのは若干ありましたけどもね。僕の中では1ミリのわだかまりもないですよ。これを言う僕が言うのは変な話かもしれないんですけども、まあねスタート遅れるのなんかそれはどんな選手だってありますってもちろん理解してますし、根に持ってあいつはもう二度と買わねえとかそういうふうに思ってることもまあみじんもないですし、このあとよね、徳松さんが SG 取って俺内山君 VS っていう生配信で思わず声詰まらしちゃってね、よかった本当よかったっつって、あの時がリアルにボートレースで泣いた時ですよ。さっきのなんか嘘の涙みたいなのじゃなくて本当に声詰まっちゃって感動したこともありましたけどね。なんか徳松さんとはだからいろいろね、なんか何かの表紙にこうご縁がある方だなというのはちょっと思いましたけどね。もう一つですね、僕につきまとうジンクスというものがこの一連の動画で生まれてしまいました。それがキーワードの呪いというものです。そもそもこの番組はですね、大村が独自にやっております電話投票会員、ネット投票会員向けのマイルクラブ24というものに、入ってくれる人を増やそうというキャンペーンの動画なわけですね。なので僕が的中して10万円かけて10万円以上を獲得するとそのマイルクラブに入ってくれてる人は
マイルをまたたくさんプレゼントするよという企画もこれに付随してやってるわけなんですが、そのマイルプレゼントに応募するのに、毎回毎回キーワードを設けております。で、僕はそのキーワードにですね、一時期結構選手の名前を、応援している選手の名前、それから今日買おうとしている選手のキーマンとなる方の名前、それを入れてですね、誰々頼むぞとか、鍵は誰々みたいな感じの、キーワードをいろいろ作ってたんですね。で、結果的に言うとですね、なぜかわからないんですが、キーワードとして名前を挙げた選手がことごとく呪われているかのようにやられていくという不思議な現象が起こります。それをちょっとだけご覧いただきたいなと思います。一応キーワードを言っときますか。はい、キーワードドン、男を見せるか、白井英二。合ってた？合ってる？男を見せるか、白井英二。このキーワードは日刊スポーツの番記者さんの記録評価を見る前のものです。見てよ、白井英二選手5点よ。これはちょっとなというところで、予想を組み替えなきゃいけないかなというふうに思っておる次第でございます。1234、3万円134の2、1万5000円そして134の5、5000円まあクレイジーダブルアップのクレイジーダブルアップのチャンスを広げるという意味でもね、これで男を見せるか、白井英二。あ、外遅れてんな。はい、はい、大丈夫。はい、大丈夫。あ、14になるか。14だ。142だろ。142ならいいよ。142ならいいよ。エイジさん。キーワード先に出しておきたいと思います。本日のキーワードはこちら。グレートマザーでございます。まあ、皆さんご存知ね、2号艇の日高選手の、まあ、通称というか愛称というかですが、まあ、日高選手が肝になるというふうに思っております。これはグレートマザーが頭で来るという意味合いではございません。行きたいよね。今頃は台風の影響で風速30メートル以上の風が吹いていましたが、今はほとんど風はありません。おい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 、あー、やめてー。なあ、ナイスターン、お母さん。あ、やばい、あー、もうこれは無理だよ、聞いてないわ。5号艇、6号艇が少し前、その後に2番、3番、4番と金さん、おひだが頑張った。うわ
六号艇の金森でしょうか。三番手は目下五号艇の平田雄星。聞いてねえわー。VTR では、共に2号艇の白井英二選手そして、日高選手がね、まあ、キーマンになるというところで2着にそれぞれ絡めて、まあ、日高選手の場合は3着にも絡めてましたか。あ、白井選手もそうか、まあ、とにかくキーマンになる人2着3着どっちかには必ず絡むだろうみたいな読みでその人をキーワードの名前に挙げさせていただいたところをまあ、2人ともあのような結果になる本当に呪われてるんじゃないかという事象が続いたんですよ。結果ちょっとキーワードに人の名前使うのもうやめましたもんね。怖くなっちゃって、そういうことがあった時期でしたね。というわけでウイチが大村で船券1700万円分買うってよ。全34戦戦い終えての成績は的中7回収支はマイナス235万500円シーズン1と合わせた総負債額は334万2760円となった。いかがですか。実はですね、まあテレボートって便利なもんで、自分の成績を振り返るとその各場ごとの回収率とか的中率とか出るじゃない。で大村の的中率回収率ともに24場中ダントツのビリなの僕の成績だ。もう本当にね分からないというか、まあだから結果から考えるとですよ、ピンポイントで1レースだけやるということがいかに難しいことなのかという結論に僕の中では行き着いたんですよね。ただじゃあ11レースからやらせてくれよとか10レースからやらせてくれよとは言わないですよ。それでもう余計負けたりしたらもう俺の救いなくなっちゃうから今はまだ言えるじゃん。これね1レースだけだからだと思うんですよねっていうのがずっとそう言っていこうと思います。はい。好きな目というか、はい、ベターな質問していいですか。はい。ウイチさんにとってボートレース大村とは敵だよね。このままではやっぱね済まされないですからこれもう人生の宿題だよ、やっぱ死ぬまでに完全攻略していかなきゃいけないんで、どういう意味か伝わってるといいなと思いますけども、まだまだ続けたいです大村さんお願いしたいなって思ってます一つお願いします。ボートレース大村に住むと言われるビーロ君誕生の瞬間を見ながらお別れです。今回のキーワードドン、ビーロ君登場。ビーロ君というのはですね警視庁のマスコットにピーポくんっているじゃない。あの子が銀行の帯をまとってこう出てくるという僕 の空想上のキャラクターなんですけども、ピーポくんを見ないでビーヨくんを描いた結果がこちらです。フラッシーじゃんちゃんと端末的な感じになっており、大村銀行というね帯を、かけた。たすきがけっつんだから手の上にかけろよな俺も。あ惜しいな、そこだけミスだったな。あとはもう100点ですね。今後も一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。ロイヤルスタンド、贅沢でエレガントな時間を演出するプレミアムな空間。ソファー、専用ディスプレイ、
フリードリンクを完備していますので、落ち着いてレースを観戦できます。使用料はお一人様2000円です。特別観覧席、ファーストシート、スーパーシート、座り心地抜群のシートが嬉しい特別観覧席。広々とした空間にファーストシートとスーパーシートがあり、ゆっくりとくつろいで観戦できます。使用料はお一人様、ファーストシート1000円、スーパーシート700円です。特別観覧席、グループシート。見晴らしの良い特別観覧席に仲間同士で観戦できるボックス席を用意しております。使用料は1グループ2000円です。現在は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、1グループ3名様までで使用を制限しています。フードコート、ビューイングカフェ。長崎名物のちゃんぽん、あごだしラーメン、佐世保バーガーや唐揚げ専門店など、こだわりの店舗が充実。明るく開放的な空間のフードコート、おしゃれでスタイリッシュな空間のビューイングカフェなど、お気軽にご利用ください。 VR スプラッシュバトル。 VR ゴーグルをつけ、ハンドルやスロットルレバーを操作し、ボートレーサーと同じようにボートを操縦することで、気軽にボートレーサー体験ができる最新の VR アトラクションです。操縦に合わせ風が吹く、水しぶきが上がるなど、臨場感あるボートレースを体験可能な注目のアトラクションとなります。ボートレース大村本庄では、キャッシュレスカードオリカの会員制度を運用しています。貯まったポイントを現金やオリジナルグッズに交換できるほか、さまざまなサービスを受けることができます。新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けているボートレース大村サポーターズクラブ加盟店で使用できる特別クーポン券をプレゼントしています。令和2年度中はもう一度配布を予定しております。また大村市内提携スタンドで使える最大1万円分の給油サービス券もプレゼントしています。オリカ会員にご登録いただいた方にメールマガジンを配信しています。ボートレース大村オリジナルグッズの抽選企画や会員限定のサービスクーポン券などお得な情報をお届けしていますので、ぜひこの機会にご登録ください。それぞれのサービスの詳細についてはボートレース大村ホームページをご確認ください。